愛子発見ありがとう。こんばんは。目が開かん。いてててて。ブザビテイありがとう。可愛い子発見ありがとう。可愛い子発見ありがとうございます。めっちゃポワーってしてるわ。こんばんは、ブザビテイありがとう。あ、コリラックマンありがとう。可愛い子発見ありがとう。コリラックマンのいちごの風船のやつありがとうございます。こんばんは、沼にはまりに来ましたってありがとう。ね、こんばんは。いいですね。ね、いちごのマイスタートってなんだ。うん、かわいこ発見ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ね、沼にはまりに来ましたってありがとう。嬉しいですね。あ、あくびちゃん、あくびちゃんが出ちゃいました。やばい、全然頭ポワッとしてる。こんばんは、はるはるさん。そろそろバッテリー切れかって。いや、まだまだまだ大丈夫、バッテリー切れではない。沼にはまりに来ましたってありがとう。今日もかわいいはるかちゃん、こんばんは。こんばんちゅんちゅんって、こんばんちゅんちゅんです。ご飯食べた、そう、ご飯食べたからちょっと眠くなってきた。そう、今さっき食べてきました。うん、ね、誰もありがとうございます。ゴロ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 ありがとう。ね、沼にはまりに来ましたってありがとう。朝配信のテンションじゃないよ、もっとテンション低いよ朝配信。かわいこ発見ありがとう。ね、沼にはまりに来ましたってありがとう。眠そうなハイチューブをかわいいから好きって、ありがとう。ね、全然あれなんだけど、やばいな、ぽーっとしてる。ね、リラックマ、コリラックマありがとう。レインボースターありがとう。朝配信テンションも低いし頭も回ってないよねって。え、ね、回ってない。レインボースターありがとうございます。イエローチュンちゃんありがとう。はっちゃんこんばんはってありがとう。ありがとうございます、嬉しいね、来てくれてありがとう。ね、リラックマありがとう。リラックマの風船のやつありがとうございます。え、元気なくないよ全然、普通なんだけど。
それ、こんばんは。27日までですね。晩ご飯は食べました。タン食べた。タン食べました。焼いてくれたママちゃんがタンタタンタタンタタン。あとね、なんかなんだっけ、なんかあった、なんか食べた、名前が分かんない、なんだっけ、忘れた。で、私もお昼昼食オムライスでしたって。あ、そうなの。ね、いいやん、オムライス。はるちゃんも、でもはるちゃん昼じゃないんだよね、昨日なんだよね。オムライス食べた。ウザビートありがとう、ね、オンライン買ってみましたって、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。何が大丈夫って、ね、大丈夫だけど、ね、何が、ね、体調悪そうに見えるの。じゃあダメだね。じゃあ大丈夫じゃない。対面犬のオムライス、対面犬ってなんだ、お店の名前ってこと、対面犬って。オムライステイクアウトって初耳です、対面犬っていうところ。ムザビートありがとう。で、なんか難しい名前のさ食べ物があったんですよ。ねえ、だから名前覚えてない、はるちゃん。ねえ、わかんない。50カートありがとう。プチチュンチュン完了ってありがとう。お疲れ様ですって、ありがとう、来てくれて。ね、カウントもありがとうございます。なんかね、かいなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんかね、わかんない、はるちゃんもわかんない、あれなんか貝の名前だった気がする。え、わかんない、本当にわかんない。あ、ながらみだって、ながらみ食べました。ね、パパちゃんに教えてもらった今。ウザビートありがとう。頑張ります。ありがとう。対面犬？こんばんは。ね、ズザーってありがとう。え、初めて聞いたって。何それって。え？嘘？なんか貝の名前、え、ながらみって、え、ながらみ、え、貝の名前じゃないの。ながらみっていうあの貝、え、これ千葉でしかない、え、何、初めて聞いたって、なん、え、ね、ながらみ貝ってさ調べたらさ、ね、千葉とか静岡とか書いてあるけどさ、え、な、え、ながらみ、なんかあのサザエみたいなさ、あの形みたいな、あのさ
くるくるっていうさ、あの貝、あのサザエに似たようなあのくるくるのね貝、ながらみ、え、ながら、え、ながらみ、ながらみを食べたんですよ。そう、美味しいですよ。可愛い子発見ありがとう。いや、びっくりした。え、みんな知らない系だった。え、ムザビートありがとう。え、こんばんは。え、ね、ながらみなんで、え、なんで知らないの。初めて聞いた方めっちゃ多くない。嘘、ながらみ、ながらみっていう、え、ながらみの読み方違うの。え、じゃあなんて読むのこれ。え、これなんて読むの。じゃあ、いや、ながらみだよ。あ、じゃあこっち、じゃあこっちに、あのダンベイキサゴ、ダンベイキサゴなんかみたいなこと書いてある。だ、ダンベイキサゴみたいな、ダンベイキサゴ、え、そっちならわかる。なんかカッコの読み方、別名がある。ながらみの別名、ニシキウズガイかの巻貝。待って、え、ダンベイ、ダンベイキサゴっていう名前の貝だ。え、普通にながらみって調べたら、あのひらがなで、え、嘘でしょ、え、出てくる、え、嘘、こんなことあった。え、なんか、え、これ迷子って、あ、高知県では迷子って迷子なんか関東をはじめながらみと呼ぶところが多いみたいなこと書いてあるよ。初めて聞いたって、嘘、50カント完了って、ありがとう。あ、見たことはある。なら、じゃあ読み方が違うの。じゃあもしかして、こんばんは、え、この回のこと名前で呼んだことない。巻貝なら聞いたことある。あ、巻貝、これ巻貝なのかな。あ、俺の読み、あ、俺の地元だと粒っていうの。あ、なるほどね。じゃあ名前違う系これ。まさかはるかちゃんに教えてもらうとはって。私も今びっくりだよ。私も今びっくりした。なんか本当に私が読み方間違えてんのかと思った。ね、名前知ら、あの、ね、名前つけて読んだことなかったって。あ、そうなんだ。びっくりしたね。いや、びっくりだよ。塩ゆで美味しいよねって。あ、ながらみの塩ゆで美味しいよね。ね、地域によって呼び方が違うのね。あ、そういうことね。だからか。いや、本当に私食べちゃいけない貝を食べてんのかと思っちゃったよ今みんな知らないから私食べちゃいけないのかと思っちゃったよ。ね、びっくりだね。ブザービートありがとうね。予想外のリアクションだったねって。ね、びっくり。うん、
の生き物でハルちゃんの方が詳しかったなんて悔しいって。じゃあ私じゃないのよ、あのポパチュンがあの教えてくれた、ね、初見ですって、あ初見じゃないけどありがとう、ね、地方によって呼び方違うの海産物あるあるね、ちょっとびっくりだね、可愛い子発見ありがとうね、それやばいよね確かに、ね、こんばんは、あ、九十九里浜で取れる貝らしいよって、あ、そうなの、じゃあ千葉、私よく食べてるんだけど千葉の方だから、あ、本当だ、九十九里をはじめとする千葉県の外房地域で取られるらしい、だからか、いやびっくりしたね本当に、千葉、あの千葉が多めだからあれだ、みんな知らないんだ、びっくり、めっちゃ美味しい、これ美味しいですね、食用で売ってるんだから食べても大丈夫だわさってね、焦るはるか、あこれ外房なのこれ、やばいやばい、えね、千葉のこと全然知らん、外房なの、やばい、なんか、ま、前も指摘されたわ、千葉17年住んでて何も知らないってやばい、外房、外房内房だっけ、ねえめっちゃ美味しいので、あの千葉来たら食べてね、ね、なんか今日はダメだな。鼻のすり大きくね。鼻のすすり。めっちゃ思い切りすするじゃん。ね、今さ下向いたらな、工事の音かと思った。大丈夫いやお姉ちゃんの鼻のすすり、いやびっくりした、マジで心臓止まるかと思った、いやいきなり工事始まるのかと思った、やばい、いや、ね、ドア開いた音じゃない全然。ねえ、ごめん私もう反応したかしたくなっちゃったね、あ私言わなければよかった、バレなかった、ね、でもさ私がなんかやった音にみたいになっちゃってたからさ、いやびっくりした、ね、千葉県民だけど初耳だったって、え本当、ね、嘘、ね、でもはるちゃんもね、あの名前は初めて知った、あの食べたことはいっぱいあったけど名前は初知り、今日ね、ブザービートありがとう、ね、工事って言うの知って、ね、工事してる音だと思いましたね、ね、もう何も喋れなくなっちゃうね、ね、花粉で俺もそんな感じだよ、アネちゃんって、あ同じ、あね、やあの花粉症ということでね、でもはるちゃんもねそんな感じなんだよ、最近鼻声なの、でもなんか配信の時ね鼻が詰まったりしないんだよね全然、目は痛いけど
あ、目痛いというか痒いね。ということでちょっと紙を用意します。よいしょ。え、なにこれ。よいしょ。ね、この配信のハイライトはながらみの件で決定って。ね、びっくり。ね、うさぎの幸せはいつもそばにのさ、紙をさ出しちゃった。これじゃあこの、あの紙、あの真っ白な紙が欲しかった。誰もありがとうございます。ゴロ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 ありがとう。今さ見てね、明日の大抵をもう決めちゃおうと思ったんだけど、はるちゃん明日ね17時から20時ぐらいまでできなくてね、またハードスケジュールになりますね。ね、コリラックもありがとう。誰も、あ、誰もじゃない、間違えました。タコありがとう。タコタコタコ祭りありがとう。ね、そのコリラックもめっちゃ可愛いね、風船持ってるやつ。ね、明日は、公演という、あ、明日じゃない、明後日は公演ということで、レッスンが、あの、練習があるので、だから朝を早めにすることになるのでご了承ください。ね、これ3時間配信できる？これね、これは何時からやればいいんだろう。ブザビートありがとう。携帯が 13% だ。あ、全然充電器いらないありがとう。うん、明日はこれ何時から配信できるんだろうかね。た、あ、タコじゃない、間違えました、間違えた。なんだっけ、アペンライトありがとう、ありがとうございます。25日仕事で行けんくなったって。あ、そうなの、ピエンだ。でもあの違う日にちでも配信、あ、配信じゃない、間違えた、公演あると思うから、ぜひあのお時間があったら、お仕事がお休みの日があったら来てね、遊びに。仕事してた、ただいまキングって。おかえり、おかえりクイーンなんか逆かな、ね、私がキングであなたがクイーン、なんか逆っぽいな。ね、違う、はるちゃんが探してるのは明日の、ね、明日20時からできるのかどうかだよね、情報が。うん、ね、明日できるかな。まあ20時からにしちゃおう。20時から20時30分で、2が21時から22時で、朝はこれで行って、1時間半やったから朝1時間半。あ、待って、誰もありがとうございます。ゴロ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 ありがとう。レインボースターありがとう。アイスクリームありがとうございます。かわいこ発見ありがとう。コロナ回復以来公演日程が行けない日しかない、困ったもんだって。嘘、そんなかぶっちゃってるね。イエローチュンチュンありがとう。イエローチュンチュンの風船ありがとうございます。沼にはまりに来ましたってありがとう。ね、ちょっと
待って、今私はタイムテーブルを考えて、待って、1枠目20時にしちゃった、間違えた、1じゃない、これ絶対1じゃない、3ぐらいだよね、やばい、レインボースターありがとう、カイコ発見ありがとう、1、いや、ちょっと明日この部屋何時から使えると思いますか、お姉ちゃん、明日何時から配信できるかな、寝てないこの部屋で寝てる人の隣で配信していいかな、ね、じゃあ明日5時半ね、ありかもしれん、ね、この部屋で寝てる方がいるんですけど、ね、寝てる方の隣で配信しちゃうかも、ね、明日5時半じゃないとできないかも、ね、ね、いびきとか聞こえないんで、わかんないわかんないです、突然工事が始まらなければセーフって、あ、確かにやばい、でもね、部屋がないんだよね、そう、なんかあのはるちゃんのご家族さんがみんな起きる時間が違くて、まずあの5時ぐらいからパパチュンが起き始めて、でリビングも使われちゃって、で5時半ぐらいに姉ちゃんが起床して、でリビング使い始めて、で6時半ぐらいにママちゃんが起きてリビング使い始めて、で7時ぐらいに、ね、あのもう一人の姉ちゃんが起床するから、使える時間があのここ7時なんですけど、ここの部屋が、この部屋7時からなんですけど、ね、でもリビングがもう使えないとなって、で私たちの部屋も寝てる人が多いということで、ね、もういびき配信になるしかないで5時半からになるといびき配信になります、ね、私のいびきじゃないのでご安心くださいっていうことになっちゃう、ね、そうね、ちょっとね、それが今日までなんでね、ちょっと今日までの辛抱ですね、そう、見事な30分刻みなんです、そうなの、あのリビング占領されてるんですよ、はるちゃん最近、だから配信がね全然うまくできないの、うん、そう、いそいそ声でおはようございますって、ね、それはね、あの大丈夫な気がする、あのひそひそ声じゃなくても、もう普通にこの声でおはようございますって言って起こしちゃうレベルで頑張る、ね、3時起きして体起こして外で配信、あ、外で配信ってさ OK なの、それって、ね、あ、でも白い壁があれば、あ、でも5時半で外で配信してたら多分近所の方にさ言われそう、むず、え、私の近所ってどっかなんか配信できるスペースあった、ね、黄色いチュンチュン、コリラックマ、リラックマありがとうございます、嬉しい、ありがとう、まあっていうことで、5時半から6時に決定しました、5時半から6時で決定ということで、南川さんは、何時起きだろう、まあ頑張ります、3時起き、え、待って、なんかお姉ちゃんから3時って言われたね、バラ、あ、花束ありがとうございます、ね、
アレちゃんの寝起きドッキリ的になって、アレちゃん起こしちゃう、ね、こんばんは、あやめろやめろってやめろやめろってなんか小さい声でめっちゃ言ってる、ね、早起き頑張ってね、はるちゃんって頑張ります、頑張る、ね、なんかね、頑張る、頑張ります、ね、外でゴロ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 ってね、この子大丈夫かなって思われそうだよ ね、 ねちょっとできないかも外では、ね、ついでにゆうなちゃんも起こしてって、あゆうなちゃんどうやって起こせばいいの、電話、ね、僕も早く起きますってありがとう、ね、嬉しいですね、可愛い子発見ありがとう、今夜夜行バスで徹夜しますって、夜行バスで帰ってるの、あ帰るのかこれから、ね、気をつけて帰ってきて ね、 ね、あだるまありがとうございます、ゴロ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 ありがとう、セミ50ちゃん完了ってありがとう、嬉しいですね、ありがとうございます、バンダイシティでいちごの舞ねえやばいね、多分ね、なんかいろんな人に、いろんな人っていうか、まあそこら辺通ってる人に見られちゃうよね、いちごの舞なんてやってたらね、あ起きてる時間なのだから大丈夫任せろって、ありがとう、ね、はるちゃんも早起き頑張ります、誰もありがとうございます、ゴロ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 ありがとう、可愛い子発見ありがとうございます、ね、ちょっとね配信、あの配信部屋がなくて、あの全然配信ができなかったり、体調を崩して全然配信ができなかったりしてね、本当に申し訳ございません、本当に、でももうね体調を気にせずあの頑張ります、で頑張る、人に見られてもあータコ祭りかって思われるだけだよって何それねえあータコ祭りかって納得されないでしょ絶対ね、家族はさ、ね、家族はあのタコ祭りかってなると思うけどね、あの知らない人に、ね、知らない人にさ「ああタコ祭りか」って言われない、絶対言われないそれ、ね、寝なきゃ問題ないって ね、 ね確かに、ね、こんばんは、ファイトありがとう頑張りますね、あとあと4日間頑張りますね、体調は、ね、体調は多分あと4日は持つと思うのでね、頑張ります、ちょっとお腹いたわってよってね、ちょっと温かい飲み物いっぱい飲むわ、あ余計お腹壊すの温かい飲み物って、あ飲みすぎると、あそういうことそういうことね、ねありがとう、なんかお姉ちゃんも心配してくれた、ね、ファイトってありがとう、かわいいはるかちゃん、あはるちゃんの顔が見られればオッケーオッケーって、ありがとう、ねちょっとこの4日間は頑張ります、ちょっとね体調はね、公演終わればその次の日休みかもしれないからわかんないけどね、スケジュールわかんないけど、ね、頑張ります、ね、ハートありがとうございます、ちょっとあれを、ね、こんばんは来てくださってありがとうございます、はるか隊長、あ隊長って言われてた、ね、隊長は、あ隊、あ待って、はるか隊長、隊長はってそういうことか、ねそういうことね、わかった、なんで隊長って言い始めたか、ね、体調と体調をかけてるのね、ね、あ、いちごありがとう、いちご、ね、
いちごストロベリーストロベリーいちごストロベリーありがとうございますね、嬉しいね、嬉しいね。ね、昨日いちご食べたの。そういえば姉ちゃんとね一緒にいちご食べたんですよ。ね、何時ぐらいかわかんないけど、何時だ、なんかね遅い時間だった、11時ぐらいに2人で食べたんです。いちご美味しかった、めっちゃ。ね、ハートありがとうございます。で、リラックもありがとうございます。コリラックマ、黄色いチュンチュンありがとう。チカラちゃんの卒業公演見に行かないのって、私見に行っていいのかわかんないんですよね。こんばんは。あ、今日ストロベリー祭りなの今日。ね、待って、丸一が、ね、待って、5時30分から1枠目が5時30分から6時と2枠目が7時から8時ね、8時で3枠目が20時から20時から20時20時30分で4枠目が21時から21時から22時となっております。これ OK なのかな。ね、その、あ、4枠です。4枠ちょっと待って、え、何、はるか、はるか校長絶好調、あ、私校長もうダメだ。ね、ハートありがとうございます、ね、今日ストロベリー祭りだったのか、そういうこと、だから祝日なの。こんばんは、ムザビートありがとう。いちごの前はじけ不足だな、やり直しねえ、ごめんごめん、ね、ね、でもまだいちごがね、千葉いちごの産地よって、あ、ね、千葉のさ美味しいよねいちごね、何のいちごの種類かわかんない、名前忘れた、なんだっけ、名前わかんない、いちごの名前忘れた。ね、ムザビートありがとう。ね、いちごありがとうございます。あ、待って待って、固定コメントにしてなかった、ごめん、ちょっと待って、コメントが飛んでっちゃった、あったあった、よし、ね、いちごありがとうございます。いちごいちごストロベリーストロベリーいちごストロベリーありがとうございます。なんか姉ちゃんもやってくれた、ね、沼にはまりに来ましたって、ありがとう。4時45分捨て星って、ごめんね本当に、あのね、明日はね、その時間しかできないんだよね。ね、あのレッスン頑張ってきます。ね、こんばんは、いちごありがとう。ね、あ、やばい、やる気になっ、お姉ちゃんがやる気になってるよ。ね、エンジンかかってきた、もうエンジン、あのお姉ちゃんのエンジンがかかってきてる、もうやばい、どうしよう、ね、いちごいちごストロベリーストロベリーいちごストロベリーありがとうございます、ね、ちょっとお姉ちゃん、お姉ちゃんもう声出してほしい冗談ね、ムザビートありがとう。ね、仲良し姉妹かわいいって、ありがとう。ね、姉ちゃん、姉ちゃんね、めっちゃなんかノリノリになっちゃってる、ね、いちごありがとうございます。変ないちごの舞好きよって、ね、なんで変なって言うの、
ね、可愛いでしょ、いちご。ね、だいぶ乗ってきたね。ちょっとお腹の調子も良くなってきた。ね、こんばんは。いちごのダンス可愛くない？これ私が作詞作曲したんですよ。ノリノリでしょ。ね、こんばんは。アネチュンどうぞって、あ、アネチュン声出しちゃう本当に。楽屋でどん兵衛食べて体調回復して寝て、ね、どん兵衛食べたい。めっちゃどん兵衛好き。はるちゃんちょっとバズりそうじゃないって。いちごいちごダンスね、ちょっとバズってほしいな。ね、アネチュンって本当に返事しちゃう絶対。あ、コリラッコマのいちごの風船のやつありがとう。イエローチュンチュンの、風船ありがとう。マオチュンに引き続き、あマオチュンに続きアネチュンもファン増えてますなって増えてるかもね。え、待って、通りすがりの人なんだ、ただのストロベリー祭りだったか、ね、違うね、そんな納得するの、通りすがりの人がさ、ね、あの、あ、なんだタコ祭りかって言うのと、あ、なんだストロベリー祭りだったかって、ね、やばいそれ、ね、納得はしないでしょ、ね、人隣で姉ちゃんもいちごの舞してるんだろうな、やってる姿が目に浮かぶって、ああの、してますね。ランウェイもいちごの舞で歩くのって違う違う、しかもさ、私さ、あの2位の方とさ一緒にランウェイだからさ、ちょっと多分邪魔者扱いされちゃう、あの邪魔者扱いじゃない、なんて言うんだろう、あの邪魔しちゃ、あのなんて言うんだっけ、あ、足を引っ張っちゃう、あのね、足を引っ張っちゃう、それだ、足を引っ張っちゃう、あのいちごの前やってたら、あのラーメン普通に歩けなくなっちゃうよ。なんか酔っ払いみたいにさ、こうやってなってるかもランウェイが。ね、こんばんはるちゃんって、こんばんはるちゃんです、こんばんは、綺麗なお顔ですね、手ありがとうございます、嬉しいね。ね、バラありがとうございます、嬉しいですね。ムザビートありがとう。はるちゃんもキツネドンギドンキツネさ耳してますか、萌ちゃんから借りてって、いや、してないですね。ね、はるちゃんも狐の耳欲しいかも。ね、ちょっと探してこようかな。ムザビートありがとう。印税ってなんだろう。欲しいな。いちごの舞、あれどうやるんだっけって動画見て振り入れしたなんて知らないって。めっちゃ知ってる方やん。ね、そんなことないよって、ね、そんなことあるよ。え、なにこれ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 、ちょっと待ってちょっと待って、なにこれ、あ、待って、うるさくしちゃった、ごめん、みんな耳大丈夫、今私めっちゃ叫んじゃった、なにこれ、え、青ギツネ、これキツネ、狼、これ何これ、え、キツネ、いや狼、え、なんだろうこれ、狼かな、え、ありがとう、え、狼かな、笑顔、ありがとうね、嬉しい、あ、イエローチュンチュンありがとう、やっぱりはるちゃんはイエローチュンチュンだよな、チュン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 、伝説作るにはいちごの舞しかないよって伝説本当に伝説作っちゃうね、ムザビートありがとう、中学生をエスコートしようって、あ、いちごの舞でいちごの舞でエスコートはやばい、
あ、大丈夫？あ、耳気になるのはポキさんのところで慣れてるって。あ、よかった、それはちょっと鍛えられてるんですね。え、ガオかわいいって嘘え、ありがとう。え、なんかそんなつもりで言ったんじゃないんだけどね。あ、ガオって、あ、ガオありがとう。え、かわいい。え、この子かわいい。何この子ね、名前なんて言うの。え、お名前なんて言うんですか。あ、ちょ、ごめん、あ、ごめん、あの、青い、狼さんに名前聞いちゃったよ。普通に、なんかさ、人と話してるみたいにさ、お名前なんて言うんですかって。ねえ、やばい。青い狼？え？青、え？青い子狼？青い子狼？あ、青い子狼だって。え、かわいい、この子。ねえ、かわいすぎるって。ねえ、この子かわいくね？めっちゃ。めっちゃかわいい。しかもさ、ポーズもガオーってしてる、これ。ねえ。いつも元気もらってます、ありがとうって。あ、こちらこそ、私も元気もらってます、ありがとうございます。あの、配信で元気もらってます、はるちゅんも。あ、かわいいって、ね、めっちゃかわいいね、この子。わしゃしらんくん、わしゃしらんくんっていうの、わしゃしらんくん、わしゃしらんくんっていうんだ。あ、なるほど。ね、星投げときましたって、ありがとうございますね。あ、なんだっけこれ、これなんだっけ、ムキムキマッチョじゃない、違うなんだっけこれ、鳥なんだっけ、緑のあのリボンのお鳥さん、こんなポーズしてる、ピヨピヨ、ありがとう。え、なんだろうこの子、名前がわかんない。ね、表情めっちゃ輝いてきたね、はるちゃん。で、ありがとう。あ、ミントの小鳥だって。ミントの小鳥。ミントの小鳥、ありがとう。ね、ね、ありがとう。ね、ググったらめっちゃ可愛い画像がたくさんって。ね、私もちょっと後でググろう。ガオチュン。あ、ガオチュンにする。え、ありがとう。ね、今日も世界一可愛いなって、ありがとう。青いのってあなたも今青いのじゃないですかって、ね、なんかさ、はるちゃんちょうどさ、なんかそうだよね、服さっき、あの前も黄色だったしさ、今日青だね。ね、あの、そんなね、あのママちゃんの洋服借りてたらカラフルになってる。え、リラックも歩いてるんだけど、かわいい、ありがとうございます、嬉しいな。ね、可愛い子発見、ありがとう。ね、黄色い鳥はあのイエローチュンチュンって言うんですよ、はるちゃんの部屋では。マッチョチュンチュンっていうの、マッチョチュンチュン、ありがとうって。ね、やばい、こんばんは。ムキムキマッチョマンってなんやねんって、わかんない。ムキムキマッチョマン、ムキムキマッチョマン、ありがとうって、なんかやばくなっちゃう。ね、ギフトと色をお揃いにしがちって、あ、確かに、ね、確かに、うん、ね、ハートありがとうございます、ありがとう。ね、マッチョチュンチュン強そうって、ね、マッチョがついてるから強そうになっちゃう。最近3期生がめちゃくちゃ元気いっぱい生き生きしてるね、こちらもますます応援したくなりますって。え、嬉しいね。ね、あのフレッシュなので3期生は、だからね、元気なんだと思います。はるちゃんも嬉しいですね。あ、この子はね、あれリスックマって言うんですよね。リスックマ、ありがとうございます。かわいいね、この子もね。ブザービートありがとう、嬉しいですね、みんな来てくれてありがとう、
なんか目がさ全然まつげが引っかかる、まつげとまつげね、可愛いねって、ありがとうね。私が名付けたんですよ、名付け親です。ブザビートありがとう。個性と元気は先輩たちより上ですって。え、絶対負けます。個性は負けますね、3期生ね。先輩方の方が個性豊か、あの本当に千葉県で千葉の3期生見たいですって。ああ、スイスなつきちゃんと私っていうこと。あ、確かに名付け親だなってね、名付け親の南川です。50カントお届けケロケロって、え、ありがとう。50カントありがとうケロケロ、ね、いや負けてない、え、よかった、うん、ね、負けてないってなんか嬉しい、嬉しいけど、ね、嬉しい ね、 ね、どこが個性なのかがわからないハルチューバーね、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとうございます、本当に、うん、ね、個性、ヘイシリ個性、ね、やめて、反応しちゃった。え、ね、待ってね、お姉ちゃん、お姉ちゃんと声が似てるからかわかんないけどさ、ね、お姉ちゃんの携帯がさ反応しちゃったよね、ヘイシリってね、びっくり、それね、本当にびっくりなんだけど。え、でもさ、はるちゃんさ、そういえばさ、はるちゃんヘイシリ設定してないんだよね、だから反応しないんだよね、はるちゃんの携帯ね。瀬戸内チバーズ合格するといいね、そっちもって、そっちも気になる。あ、本当ね、私も気になるね、私もシバーズ気になる、ね、さすが姉妹だよね、いやびっくりしたね。清楚は3期生が上回ってますって、あ、本当ですかね、これからも清楚で頑張りますね。ちょっとノリで言ってみた、設定してなくてもシリは反応すると私は信じてるからね。リラックマ、コリラックマ、イエローチュンチュン、ありがとうございますね。ちょっとヘイシリ設定やんないと、ヘイハルチュンって私です、なんだっけな、シリってなんて反応するんだっけ、はい私ですだっけ、わかんない、ヘイシリ、え、反応する、え、ねえ、ちょっとお姉ちゃんの携帯が反応するということで楽しいからさ、何回も呼びたくなっちゃう。チーム丸押しでハルチュンさんの番が来たら何のコールしますかって、ね、あなたの今日でハルチュン推し、ほらチームなんとか、ケロケロケロね、ハートありがとうございますありがとう。あ、リラックはありがとう、レインボースターありがとうございますね。見てる人のスマホも反応しそうって、あ、本当ですかね、反応しましたみんな、ね、よくわかりませんって言われちゃう、ね、面白い姉妹やって、嬉しいな。最近3期生歌ダンスうまくなったねって、嬉しいありがとうございますね、嬉しい。ちょっともっと私はね、もっと鍛えるので、ね、頑張ります歌ダンス。あ、ケロケロケロ面白かった、え、ありがとうね、あ、最高、あ、よかった。いよいよ劇場公演も声出し間近だよね、楽しみ、はるか、あ、コール待っててって、ね、待ってます、うん、ね、いつコールができるか楽しみだね。ヘイシリで尻向けるやついるけど蹴っ飛ばしたくならんって、待って、ヘイシリっていうことね、面白いね。え、本当にシリ反応してるじゃん、
え、冗談かと思ったら本当にシリ反応する。怖っ。ね、まもなく22時って、え、待って、あ、そんな時間経つの早い。ね、ありがとうございます。本当に皆さんお呼びでしょうかって、あ、呼びました。ね、ありがとう、来てくれて。沼にはまりに来ましたって、ありがとう。ね、千万里ありがとう。ね、カエルじゃないよ、はるかだけどって。ね、確かに。ね、はるちゃんケロケロ。ね、可愛い子発見ってありがとう。ね、そろそろ定型文変えようかなって思ってるんだけどさ、何にしようかな。ね、こんばんは、来てくださってありがとうございます。なお、ありがとう。じゃあちょっとランキングを先に読みます。13位からいきます。シューウィズ、あ、待って、13位って言ってない。13位シューウィズチュン、ありがとうございます。12位ルディアカチュン、ありがとうございます。11位ギバチュン、ありがとうございます。10位ナオくんチュン、ありがとうございます。9位境沼しんいちチュン、ありがとうございます。8位のまさんのまチュン、ありがとうございます。7位フレッシュミオリンチュン、ありがとうございます。6位カブチュン、ありがとうございます。5位リエチョンズチュン、ありがとうございます。4位みなみかわゴーちゃんのまチュン、ありがとうございます。3位ともじいチュン、ありがとうございます。2位はるチュン、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルルン、トムのまチュンです。ありがとうございます。ね、嬉しいです。サンキューチュンってなんかチャラくなった、なんか一気にチャラくなった気がする、びっくりしちゃった。ね、ありがとうございますチュンって、こちらこそありがとうございますチュンですね。ね、ありがとう、みんな来てくれて。ね、カウントもありがとう。7時間30分後にまた来るって、え、7時間30分後なの？5時半って、私寝る時間、ね、7時間30分しかないの？早くお風呂入んないと。ね、明日も頑張ろうチュンって、ありがとう。明日も頑張ろうね、お仕事も頑張ろうね、学校も頑張ろうね、あとなんだ、あと睡眠も頑張ろうね。ね、ちょっと寝る子は育つということで一緒に寝ようか。ね、皆さんありがとう、本当に今日はありがとう。自宅警備も頑張ろうね。頑張ろうね。ね、寝ようね。ごきげんようって、ありがとう。おやすみなさい、いい夢見てね、みんな。ありがとう、来てくれて。またね。ね、Google を呼んでないって言うと失礼しましたって言うよって。あ、そうなの？教えてくれてありがとう。ね。ね、またね、ありがとう、来てくれて。お仕事頑張ろうね、が、あ、夜勤の方頑張ってね、だ。おやすみ、いい夢見てね。ありがとうございました、おやすみ。またね、ありがとう、来てくれて。5時半で会いましょう、バイバイ、またね、おやすみなさい、頑張ってくださいって、ありがとう、頑張ります。ね。